れほど憧れた東京、夢にまで見た東京、希望にあふれた東京。だけどそれは困難の始まりの東京になりそうな信子。ちむどんどん第6週、始まりのゴーヤーチャンプルーのお話が始まりました。信子はいよいよ東京にやってきましたね。信子にとっては想像を絶する場所だったのでしょう。かなりの驚きで最初は帰ろうとしましたから、彼女はもっと気楽にやっていけると思っていたのかも。やんばるの生活とそんなに変わらない、自分は自分でと。信子の足元、沖縄サンダルというものらしいですが、別に東京に行くからといっておしゃれをする必要は全くないのです。あれを履いて銀座をかっ歩するやんばるの信子は、信子のまま東京に来たという印象ですね。これから彼女は夢に向けて一歩一歩進んでいくと思われた矢先、またまたやってしまいましたね、研修。いや、実は2ヶ月前にはもうやってしまっていたということなのでしょう。東京で頼ろうと思っていた、今やお金持ちになったのであろう、沖縄の星になったと思っていた兄がいない。第27話の話は、東京で身を寄せるはずだった兄賢秀が消えてしまったことを知って愕然とする信子。さらに賢秀は同じボクシングジムの仲間や会長から莫大な借金をしていた。お世話になった人に後足で砂をかけるような行為。彼はどこに行ったのか。そして沖縄で暮らす母、優子、姉、涼子、妹、歌子は、賢秀のせいで、また経済的困窮に立ち戻ってしまう。信子は、兄が立ち寄っていたという場所を聞き、横浜鶴見にやってくるが、酔っ払いに絡まれそうになったところに、救いの手を差し伸べたのは、鶴見の沖縄県人会の会長、平三郎だった。第27話は、このようなお話になるようです。賢秀は借金をしてでも沖縄の家族をどうにかして助けたかった。家族思いの長男だという自覚だけはあったようですね。彼は彼なりに東京に行き大変だったかもしれない。それを手助けしたのはボクシングジムの会長だったかもしれない。そんな人を裏切り消えるという、人として絶対にやってはいけない行為をしている。本当に呆れてしまいました。第26話、1972年5月15日。沖縄の本土復帰が叶った日であると同時に、信子がレストランのシェフになる夢を叶えるべく、家族とも別れ、まずは東京に行く大事な日でもありました。信子はこの日、一層生き生きと輝いていましたね。しかし、未だスタートラインに立ったばかり。シェフになるという夢もまだこれから。そう、ここから信子の物語の第2章が始まります。が、意気揚々と東京の地に降り立った信子と友人のさなえでしたが、大都会の人混みや信号や行き交う車の多さに愕然としていましたね。きっと過去、少年時代の和彦も沖縄での草木や山の多さに愕然としていたことでしょうね。和彦は今どこでどうしているのでしょうか。一方その頃、朝から変わらず畑仕事に精を出す母、優子。ご近所の荒垣さんが信子の状況の噂を聞きつけ、挨拶に来てくれていました。
世の中どんどん変わりますね、と嬉しい表情の中に寂しさも混じった顔の優子。賢秀も東京に行き、続いて信子も。変わったのは時代だけでなく、子供たちもですよね。いつまでも子供ではなく、いつかは巣立ってこの地を離れるという現実。やりたいことを精一杯やらせてあげたいと頭では分かっていても、やはり寂しさは募りますよね。その時の東京では、あきさみよ、東京には何人人がいるわけ？とあまりの混雑ぶりに天を仰ぐ信子でしたが、さなえは2ヶ月先に東京に住んでいただけあってか、かなり落ち着いています。こんなところに住めない、やんばる帰る、とよほどの衝撃を受けたのか、すっかり取り乱し気味の信子をなんとか落ち着かせようとするさなえ。この場にさなえがいてくれて本当に良かったですね。さなえと信子は同い年ですが、この時ばかりはなんだかさなえが涼子のように頼もしいお姉さんに見えてきます。時代は違えど、きらびやかにおしゃれをし、食べ歩きをして、楽しくおしゃべりをして、急にホームシックになってしまうのもわからなくはないですけれどね。しかも、出血大サービスと、さなえが取り出したグルメ雑誌に載っていた、有名イタリアンレストラン、アッラ・フォンターナ。この店でランチを予約してくれた友人さなえと、ご馳走してくださった善一さんには本当に感謝ですね。その代わりに沖縄の言葉の丸出しをやめるよう交換条件を出すさなえ。やんばるでは当たり前でも、やはりここでは目立って恥ずかしいようですね。もしかしてさなえは先にここに住んでいて、うっかり沖縄弁を口走り、誰かに笑われてしまったことがあったのでしょうか。ともあれ、腹は減っては戦はできぬとばかりに足早にやってきたイタリアンレストランアッラ・フォンターナ。店内に入り、そのあまりの豪華絢爛さにため息をつく信子。まさかや、ありえん、秋さみよーと開いた口も塞がらないうちに、思わず驚きの声を上げ、早速周囲からの視線を集めてしまう信子たち。さなえは、信子、言葉言葉、と言うと、信子は、東京弁、東京弁だぜ、と。そんな東京弁もないのですが、おまけにハイヒールを履いていることにも驚き、コース料理の値段の高さにも驚いて、まさかやーの連続でしたね。コック長もまさかやー様と信子に不思議なあだ名をつけていましたが、オーナーは信子たちが沖縄出身なのに気がついていたようですが、もしかして沖縄に何かつながりでもあるのでしょうか。オーナーの名前は大城房子。大城という名字は沖縄に多いそうですが、気になりますね。それにしても、続けざまに飛び出す沖縄言葉の数々。先ほどのさなえとの交換条件、すっかり銀座に置き忘れてきちゃっているようです。さなえもさすがに恥ずかしくなったのか、もうほぼ素足の信子の足、踏んづけちゃってますが、かなり痛そうでした。そうこうしているうちに、タコとセロリとオリーブの冷製サラダが差し出されて。そう、これ、小学校の頃に、那覇のレストランで食べたものと似ていますね。海の幸のサラダという名前でしたが、信子はその頃の味も覚えているのでしょう。なかなかの記憶力です。そして彼女の料理ノートももちろん健在。ちゃんとやんばるから
忘れずに持ってきています。早速教わったオリーブオイルの言葉、勢いよく書き記していましたね。今後このノートには東京で多くの料理を学んで修行も積んでいき、たくさんの言葉で埋め尽くされていくことでしょう。タリアテッレのボロネーゼもあまりの美味しさに、ヤンバルのみんなにも食べさせてあげたいと故郷への思いを口にする信子。サナエもデージマーさんと思わず沖縄弁こぼしてしまっていましたね。こうして高級レストランでマーさんなランチに舌鼓を打った信子でしたが、ボクシングジムに兄を頼ってきたところ、思わぬ災難が降りかかってきます。兄賢秀が試合に負けて失踪してしまったという知らせと、さらなる借金問題。高校時代ボクシングと喧嘩に明け暮れた挙句に中退し、ようやく東京の地で一念発起したはずの賢秀がなぜ。どうやら相手は幸運にも急病だったため、偶然にも賢秀は勝利したようで、しかし第2戦で一方的に殴られた賢秀は勝手にリングを降りて消えてしまったそう。しかもファイトマネーは会長に散々泣きついて、まさかやーの前借り。その他にもみんなに借りまくっていたと。賢秀まさかというか、やっぱりというか、どこまでも期待を裏切らない男でした。ここに来て判明した借金の数々、やってくれましたね。それにしても借金を借金で返していたなんて、もう呆れたニーニーです。その頃ヤンバルでは、サトルもウタコも賢秀が成功したものとすっかり信じ込んでしまっています。信子が東京でとんでもない目に遭っていることも知らずに、俺には俺のリングがあるというサトル、かっこいいですなどとのんきなことも言っていられず、また家族が信子が借金を肩代わりさせられる羽目となり、就職どころではなくなってしまいました。ひとまず賢秀を探さないとですね。上京初日から人生最大のピンチを迎えた信子、果たして大丈夫なのでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。